コンセプトは常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのにどことも違う遊び心を持ったサロンっていうのがコンセプトで、やっぱこうなんか美容室といえば緊張しちゃったりすると思うんですけど、やっぱそういうのじゃなくて、やっぱりこうお客様って1ヶ月に1回、まあ下手したら2週間に1回ぐらいお会いすることもあるので、そうなってくるとやっぱ家族なので、やっぱ緊張するんじゃなくて、やっぱりなんかそういう社交場で、まあ、いろんななんかこう夢が描けるような場所をちょっと提供しています。僕はやっぱ自分が関わった人を幸せにしたいっていう思いでやっぱり美容師をやってるので、やっぱこう髪だけじゃなくて、やっぱ心まで綺麗にできるっていうのが美容師の仕事だと思うから、そういうところをずっとやっぱ意識してるかなと思います。補修をしてくれる力がすごく強いなって思って、例えばパーマをかけるってなった時に、少しというより結構傷んでる方に、その最初の1液2液つけて巻いたりとか、やっぱこうするだけでもなんか仕上がりがもう全然違うんですね。だから普通じゃかかんないだろうと思うようなパーマも綺麗にかかったりとか、スタイルを邪魔しないというか、やっぱりこう髪質自体をすごく良くしてくれるので、なんかそのデザインを綺麗に作ってくれるなっていうのはありますね。